巣王内市巣王内市頃から1109年以後1111 11年以前は平安時代後期の家人である。女房36河川の一人。本名は平中野。生児生五一下に至る。父は和歌六人頭の一人、官務兵士の巣王守る十五位状態ラムネ中。母は蚊が守る十五位下原生色の女で、 御霊勢委員の女房となり小馬内氏と呼ばれたものだという。はじめ、御霊勢天皇に出資、自略四人春の法行後は、家で塞ぎ込んでいたが、御三条天皇即位により7月7日から再出資せよとの命を受け、以後白川天皇、堀川天皇に至る四朝に仕えた。歌合わせ等にもたびたび参加し、公げ天上人との贈答歌も残されている。 五州岩歌集以降の直線集、歌集、数王内市集等に作品を残す。天人元年以後、病のため出家、天盈二年までの間に没したようである。家を人に放ちて立つとて、柱に書きつけはべりける、数王内市すまわして我さえの機能しふくさしのふかたかた、けきやとかな、金曜和歌集巻き、第九増部へ。 巣王内し我さえの木のと書きつけけるふるさとにてひとひと、思いをのえける作業いにしえはついし、やともあるものを何をかけふのしるしにはせん。三カ週巻き中座ついく訪問員寝合わせに、恋の心を読める巣王内市怖ひて中むる、空の浮き雲やわれした、萌えの煙なる乱、金曜はカ週巻き、第八連化した二月はかりつきの赤き夜二乗院にて、人々あまたやかして物語なとし侍けるに、 内し数王より伏して、枕を奈都市の冷やかに言うを聞きて、大納言叩いえ勢を枕にとってか、ひなを、ミスの下より差し入れてかしづければ読み侍いける。巣王な内し春の世の夢はかりなるて枕にかひなくたの、無名こそ押しけれ、潜在和歌う巻き、第十六増加条ありがとうございます。